1分間性教育、今日は性液ってごっくんして大丈夫なの？よくエロ動画とかで性液をごっくんしてるシーンありますけど、体にどういった影響があるか知ってますか？性液はタンパク質の塊なので、基本的に飲んでも体に害はないと言われています。性液の中身は約 1% が精子で、残りの 99% はタンパク質、アミノ酸、クエン酸、亜鉛、果糖とかいったものです。これらの成分は精子が卵子につくまでのエネルギー源となっています。筋トレするのにもタンパク質とかアミノ酸とかいろんなエネルギーが必要ですよね。それと同じような感じです。なので飲んでも栄養素として体に消化吸収されてしまいます。飲んでも妊娠してしまうってことはないです。そして精液の中に雑菌が含まれたとしても胃酸によって死滅するので、お腹の中がバイ菌だらけになるってことはないです。ただし清潔にしていくことを心がけて、性感染症にかかっていたりその疑いがある場合は避けましょう。